いよいよ今日のメインイベント 3WA 世界シングル選手権試合、チャンピオンブル中野選手対モンスターリッパーというすごい試合がこれから控えておりますけれども、さてチャンピオンブル中野選手モンスターリッパー、この間の、ね、試合もありましたけども、どんな印象ですか？昔の凄みはなくなったよ。ブル中野選手も昔とは随分違ってきてるんじゃないかと思います。イカモンスター、昔のブル中野じゃねえからな、この野郎。今日はお前を過去のレスラーにしてやる、見てろ。さあチャレンジャーのモンスターリッパー選手ですが、ブル中野選手、いやブル中野、 You have something I want and that's the belt and there's only one way I'm gonna get it. I'm gonna destroy you bit by bit. Every drop of blood you're gonna spill is because I want what you have and I am going to get it. いよいよ3WA チャンピオンプレゼント大田区大館です。メインイベント、そうです、 3WA 世界シングル選手権試合、モンスターリッパーの一戦、モンスターリッパー選手の入場です。あとさん、はい、いよいよモンスターを頼むぞ、この人しかいません、その名はブル中野。今までの日本人対日本人の試合、はい、今日ありましたよね、はい、でメインにこういったあの割と大物の外人ってことです。今までの大田区大会と違ったカラーが見られるんじゃないかなと、はい、あと今のね全日本女子の試合をよく研究するには、こういう割とほら古い選手じゃないですか、モンスターなんか、はいはい、どういう風に組み入れて試合をするのかな、またどのぐらいのブル中野がトップとしてね、はい、どのぐらいのキャパシティ持ってるのかっていうのが測れるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、はい、違った観点からも興味深い人ですね、だっていつもブルーとかバイソンでしょ相手が、はい、だからこういう外から来た割とビッグネームでしかもベテラン相手にするときは、はい、どういうブル中野が見られるのかなっていう、はい、そうですね、モンスター加藤さん、かっこいいわ、モンスターリッパーでかいですね、いつでもでかいですね、はい、さあ今青コーナーからチャレンジャーモンスターリッパーの入場です。モンスターおしゃれですよね、よく自分のさ持ち味をよく知ってる、知り尽くしてるね。さあ今夜4度目の防衛戦を控えるブル中野、ハウスはこのモンスターリッパーなのか。モンスターリッパー、面白いですね、こういうキャラクターは本当に。結構もうなんか結構血なまぐさいもんになるんじゃないかなと思うけどね、はい、そうです、今や全日本女子です、いえ日本、いえ世界一の女子プロレスラーとしてナンバーワンとして言っていいでしょう。今や最高のレスラーブル中野、今入場です。やっぱりあのブル様の迫力ってすごい出てきただけで素晴らしい、うわこのコスチュームからこの威風堂々としたこの凱旋クレオパトラと言っていいでしょう。今夜自分よりも大きな相手です、モンスターリッパーを相手に。本当に派手になりましたね、最初から最後まで。この顔好きなんですよ、花道のすごみを利かした顔が。いや、いいですよ、ついに実現しました超重対決、やったね。さあ場内興奮最高潮、八木も噛みましたね、すごく。いやトップよ本当に、チャンピオン 3WA 世界チャンピオンブル中野入場です。世界シングルチャンピオン243度ブル中野、チャンピオンブル中野は第37代チャンピオンです。1990年1月4日後楽園ホールでフジテレビ庁様に西脇光子との決定戦に勝ち、堀田豊田北斗を破り3度防衛しています。対するモンスターリッパー第25代そして第27代チャンピオンに輝いています。またそのブルがね、はい、あのブルじゃなくてモンスターリッパーがタイトルを取った時代っていうのは2度ともジャッキーでしょう。ジャッキー佐藤ですね。随分このモンスターリッパーって選手も古いんだよね。長いんです ね私新人の頃ケチョンケチョンにやられてね、思っちゃいましたもん。あ、やったやりましたよ。この選手もね、怖いなんてもんじゃないですよ。だって元を立たせば、モンスターリッパーもエステルであるとかメデューサであるとかデビン・マレンコみたく日本に留学してきたわけでしょ。はい、ちょっといいですか、いきなりさモンスターリッパー奇襲ですね、ゴングが鳴りました。メイベント、あー首を絞めてます。あ
あ、紙テープで投げちゃったね。紙テープがブルナカノの紙に、これは新しいんじゃないの。これは紙テープで首を絞め、ブルも大きいけどすごい動けますからね。動ける動ける、ずいぶん大きいもん。なんと紙テープでの首絞め、超お気付けください。あんまりほらビルって大きい選手とやってないから。そう、自分より、ね、大変じゃないですか、うん、ほとんどないんじゃない、自分より大きい選手なんて。ケンスでもモンスターにも言えるから。お気付けください。そうかもしれない、あー今音がゴツンときたね。お気付けください。鳥獣対決と言っていいこの夢の対決。あ、連脚した一生振りかざしたモンスター。3、全日本女子プレスマットに5年半ぶりに来日しました。このモンスターリッパー7、試合オープニングからこれはブル大ピンチです。いきなりの首締め超攻撃、そして場外ランド1攻撃、カウントが進みます。リング内で試合をしてほしい。さっきにモンスターが戻りました。そしてブル、こんなことで収まりがつかないでしょう。ちょっと苦しい表情を出したんじゃない、ブルも、こういう風な先制攻撃あんまり受けたことないし。そうですね、いつも逆ですからね。逆、あの体重がすごくあって動けないなんだってモンスター言われてても、バカず踏んでるって感じがね。そうですね、それが全日本女子のマットじゃなくても、世界中のリングが上がってるじゃないですか。なるほど。さあパンチから、さあモンスターアタック、あのブル中野が、あれもあんまり受けたことないんじゃないの、飛ばされてしまいました。いや、流血してますよ、すでに。そうですか、イスコンエかな。これは早くも、早くもリン。さあ右左パンチ、場内中野コールです。これはもうブル中野もう出血、そしてなんとリングに一攻撃で、またしても脳天直撃です。モンスターアタック飛ばされ、そして一攻撃で体を割られ、ボディスタムカバー体勢。ブルのことを軽々持ち上げてますよ、これなんかもギロチンドロップも食らうときついんじゃないですか。いつもやってる方ですよね。すごい肉が落ちてくるわけでしょ。本当に圧迫されるような、さあちょっとね、ブルの中のピンチです。なんかブルがやられてるって珍しく見えちゃうんだけど、珍しいですよ、初めてですね、この攻撃を見せるのは。ここまでワンサイドで痛めつけられているブルの中のですけども、またしても一攻撃です。このまま一方的にモンスターが攻めるのか、これもロープで首をグイグイと締め付けています、モンスターリッパー。さあダブルアームから一発で上げちゃいますからね、あの重さをね。カウントカウントワンです。ちょっと血がすごいね、最初からこうだろ、血が出るとやっぱり見にくいから相手を。ああなるほど、目に血が入るってやつ、やっぱ出てくる出てくるだけも見えなくなっちゃうんで、あと、こういうところだと固まっちゃうんで、鼻と口で息がしづらくなっちゃう、呼吸しづらくなる、固まっちゃうんですね、血が。なるほど、そういう点もね、やっぱ出血が早く止まって、今までのね、スタミナをね、早くカバーしてほしいんですけども、ちょっとここまで一方的なワンサイドですけども、モンスターリッパー自由勝手ですけど、ああこれブル中野が逆に石にモンスターリッパーの額を、そして一攻撃に逆襲、逆襲です、ブル中野の逆襲です。さあ一度振りかざした、流血したブル中野、大きく振りかざして、さあこれでモンスターリッパーダウン、エプロンから場外へ行くのか、さあ場外誘ってブル中野が一緒にしたいよ、これは客席やるね。ここで逆転転じたブル君、しかしこれは石と石との連携で、すごい鳥獣夢の対決、
そしてブル中野が逆転、今度はリングに上がってほしいね。はい、モンスター一発を、さあ今リング上へブル中野スタートアップしました。モンスター一発、モンスター一発も失敗しました。モンスターも失敗しました。予想通りって言っちゃ変だけど、血生臭くなってきた、だんだん。はい、さあここでですね、大田区体育館での過去の日本女子プロレスのですね、生きたら名勝負がありました。そして今日も名勝負が生まれるのか。しかしこのモンスターリッパーのアタック、ブルー飛ばされました。しかし踏ん張ってほしい、ラリアートをかわして、ああブンちゃんが出た。ブルー長野モンスターリッパーをロープへ飛ばして、さあヌンチャクです。さあ、うわ、待て、ここで当たってきちゃった。見せてくれるよ、すごい。モンスターアタック返してヌンチャク攻撃です。いつもの反則攻撃とか受けたことないから、自分がね、反則だしね。そしてここで、あ、ヌンチャクを膝を出しましたね。左足が胃袋へ。さあ両者出血しました。この鳥獣の対決来ましたね。今軽々とブルーの巨体をボディスラムです。そしてモンスターリッパーロープ2段目からフライングボディープレスを返してくる。そしてブルーが早く素早くコーナー最上段へ上がりました。さあこれはフィニッシュに出るでしょうか。ギロチントリップが入った。あれ、返されてしまった。こんなことがあっていいのか。この必殺フィニッシュホールド、これが決まんなくなるとブルも苦しいでしょう。モンスターリッパー、すごいスタミナの持ち主です。できるかな。そして DDT でブルがなおも追い詰めます。カウントが入る。カウントは2。モンスターリッパー伊達にこの身長、そしてこの体重はほっとはいません。キャリア積んでないね。斉藤さん、日本、アメリカ、トルコ、ロコ、世界中待ってますね。やっぱ世界のまた世界を股にかけたレスラーって少ないでしょう、はい、モンスターってその中の貴重な一人だから、伊達にあの最終段階のギロチントロップでカウント3を1週間前に、ね、日本に来た時は、アジャなんかはね、昔の名前のレスラーだからって言ってあんまり気にしなかったみたいなんですよ、はい、でもこうやって1週間試合してみるとやっぱりまだまだ馬鹿にできないっていう感じですね。なるほど。さあここで両者血だるまですけども、ブルッアシッと首を固めましたけども、モンスターリッパー逆にブルーの左足に攻めてます。さあ両者チタルマの場外線からリング中央での、今度はモンスターリッパー左足をレッグドロップです。さあそのグラウンドの攻防です。もうちょっと長時間の足攻めで、ブル選手左足一方的に固められ抑えられています。そして蹴られ、これはどうしても足に重点を置かれたというところは痛いですね。あのブルぐらいの、ね、体重だと足はちょっと非常にきついですからね。集中してやられるとやっぱりデブは足を狙い、デブは足を狙いですか。確かにそういうのがやっぱ関心が弱いということですね。デブは足を狙いって、あ、これ大きい選手とかとやってると、さあ逆にレッグドロップから、よく先輩がデブ足だ、デブ足だって足とか言ってくれて、さあブルーバック回って、いや今本当ブルーがモンスターをね、バックドロップ投げちゃうことを非常に期待してたんだけどね、こらえましたね、モンスターが。あ、それからやっぱり日本人は張り手、さあここで張り手からキックだ。そうだ、日本人は張り手ですよ。最後は張り手、鼓膜が破れそうですけどもね、張り手っていうとポン、ここでラリアード顔面テンプル下にヒットしました。カウントがあります。さあ張り手から流れを変えました。このメインイベント、ブルもほら思うように自分の技が決まらないからだんだん苛立ってくる、さあモンスターリッパー逆にもらうなよ、もらっちゃった。あーコーナーへ振ってモンスターアタック、これは押しつぶしです。痛い、ブル中野疲れてくるといつも避けられるのも避けられなくなるという。だってもう血も出てるし頭朦朧としてるし時間長いし、2発目を狙ってそれを返して、あ、投げられた、投げバックドロップを狙ったけども、
モンスターをバックドロップなりジャンプに投げたりするは非常にスムーズ、はい、そうはいかないかな。さあここは攻めづらいモンスターにいっぱいをブルナから、さあバック回して投げた、バックドロップホールで固めた、しかしカウントは2。なんかブルナカの久々に見る苦戦って感じ、はい、技が通じないと言っていいですね、これはブルナカのどうしてもどういった技で苦戦って感じ、またこう巨大な壁っていうのは大きいですか斉藤さん。やっぱでかいやつ強い、あ逆になんと、あパワーボムがカウント2、これも同点後頭部です。メインイベントスリーダブル世界シングル選手権一進一退の攻防ですけども、今の先頭を失敗したモンスターリッパー、さあ最上段上がったブルー中野が、空中ガード決まりました、一回転のギロチントラップです。見事ブルー中野、そうです、スリーダブル世界シングル5度目の防衛に成功しました。よくぞブルー中野エースの意地、そしてあなたは本当に今日も輝いていました斉藤さん、失礼しましたけども、またおでこっていうよりも頭の中に切れちゃってるみたいだから、早くブルー中野にはちょっと手当てをしてほしいです、早く治療してほしいということですね、はい、舘野さん、はい、やはり体の大きさっていうのはレッサーにとって普段ね小さい人としかしないから、はい、悩んだでしょうね試合中。さあ5度目に成功したブルー中野、でもすごいですね、失礼しました、しかし最後ワンツースリーを取った、これは勢いありますね、はい、モンスターからの一勝は大きいと思う、そうですね、うん、何か戦慄が走ったこの大田区体育館大会です、スープレックスも効かない、何で最後はと思いました、そうそうそう、ギロチンできなかったしね、はい、回転式のギロチンがあったんですね、初めてじゃないですか、うん、苦しいブルを見るのもいいもんだね、なんかいいもんだって言っちゃおかしいけども、これでまたこれ今以上に強くなっちゃいましたよブルちゃん、そうね、そうですね、はい、また一回り大きいレッスンになってほしいですね、お化粧っていうかね、はい、メイクアップが取れてきた時にチラッチラッと苦しい顔が出てくるんですよね、はい、やっぱりエースでもさすがに苦しい時もある、でも文句なくエースだね、黄金のチャンピオンベルトを巻き、今チャレンジャー敗れたモンスターリッパー退場です。そしてかなりのもんだねやっぱり、認定賞ブルー中野殿、あなたは大田区体育館で行われた 3WA 世界女子プロレス協会認定の世界選手権試合で見事勝利を収めましたので、このチャンピオンベルトを送り、動きあったしね、ブル様ならではじゃないかな、さあ今上田コミッショナリー認定者、そしてベルト、そしてこの大きな勝利トロフィーがブル中野ってね、はい、お化粧が取れてきてなんとなく気の良さそうな素顔がちらちら見えてくる時も魅力あるんだよね、なんとなく今の顔なんか疲れてるのと、はいはい、両方ですごくいい、このアンバランスさがいいですね、うん、だって化粧を剥げてくるんだから戦ってれば、それもこれも全部本物のブルって感じで味わい深いね、はい、今ちょうどこちらの方に戻ってきたところです、ブル中野選手もう疲労困憊、お疲れ様でした、すごい試合だった途中は全然もうやられちゃったから、ただ勝ったことだけ、自分に残された最後の試練だと思って、先輩と与えるのは多分モンスターがもう最後だと思ったんで、とにかくもう勝とうと、今まで抜かせなかった先輩たちのことも思い出して、とにかく最後の先輩モンスターに